阿武山古墳は大阪府高月市の佐原、茨城市愛にある古墳。国の史跡に指定されている。阿武山の山腹に位置する。昭和初期に地下から古代の貴人の埋葬遺体が発掘され、被葬者を藤原鎌足に否定する説が知られる。出土品今白塚古代歴史館展示。1934年に京都大学の地震観測施設の建設中。 土を掘り下げていて瓦や巨石に突き当たったことから偶然に発見された。通常の古墳にあるような森土はなく、浅い溝で直径82メートルの円形の墓域が形成されていた。墓室は墓域中心の地表のすぐ下にあり、霧石で組まれて内側を漆喰で塗り固められており、上を瓦で覆われ、地表と同じ高さになるように埋め戻されていた。内部には、 寛大があり、その上に漆で布を何層にも固めて作られ、外を黒漆、内部を赤漆で塗られた協調感が日本で初めて発見された。棺の中には60歳前後の男性の肉や毛髪、衣装も残存した状態のミイラ化したい骨がほぼ完全に残っていた。鏡や剣、玉などは服装されていなかったが、ガラス玉を編んで作った玉鎮のほか、 遺体が二色を身にまとっていたこと、胸から顔面、頭にかけて金の糸がたくさん散らばっていたことが確かめられた。この発見は大阪朝日新聞のスクープで知られるところとなり、貴人の墓として反響を呼び延べ2万人に達する大勢の見物人が押し寄せた。当初からこの地にゆかりの深い藤原鎌田りが被装者だとする見方もあったが、これは平安時代中頃から、 東の峰略記などに、鎌谷は最初は、摂津国愛に葬られたが、後に、大和国の東の峰に改装されたとの説が、紹介されていたからでもある。しかし発掘にはトラブルがあった。京都大学理学部、地震観測所が、観測所敷地内の、基人の墓発掘の主導権を握っていたが、考古学の知識に乏しく、遺跡に対する扱いが手荒とされていた。これに対し、 最初に相談されただけで以後立ち入り調査をさせてもらえない京都大学考古学研究室と遺跡を管轄する立場であり見物人の増加や遺物の急速な劣化を憂慮する大阪府は遺跡の発掘の今後の方向に対し地震観測所と対立を深めつつあった大阪府庁で文部省や区内省なども出席して行われた関係者会議で 被葬者が極めて好意の人物であることは、間違いなく、皇室につながる可能性もあるため、これ以上の調査は冒涜であるとの意見が出た。こうして、ついに、鬼人の墓は埋め戻されることになった。その前に、地震観測所が遺骨などを X 線撮影したが、押し寄せる見物人から被葬者の尊厳を守るため、内務省によって、 警察隊が派遣されており、遺跡に対する学術調査にまで圧力をかけたため、府などによる調査は不十分なまま埋め戻された。1982年、埋め戻す前の X 線写真の原版が地震観測所から見つかった。1987年分析の結果、被送者は腰椎などを骨折する大怪我をし、治療されてしばらくは生きていたものの、寝たきり、 状態のまま二次的な合併症で死亡したこと、金の糸の分布状態からこれが冠の刺繍糸だったことが判明した。しかも漆の棺に葬られていたことや玉鎮を敷いていたことなども考えると、被装者は最上位クラスの人物であったとされる。これらの分析結果が鎌たの死因と一致すること、この冠がおそらく当時の最高官位である、食官であり、それを授けられた人物は、 市場では、くだら王子のあまり宝章を除けば、大指揮官の鎌足りしかいないことから、被壮者はほぼ、藤原鎌足りに違いないと報道された。一方、被壮者には、鎌足りの同時期の、曽我倉の山田石川のマロや、安倍倉橋のマロに否定する説もあり、未だ明らかでない。ありがとうございます。